卵卵卵ふふ。エッグヤザーの無敵テレビ、どうもこんばんは、エッグヤザーです。今日はエッグヤザーのエッグルメということで、ちょっとまだ起きたばっかりなんですけども、遅く起きても残りもんで作れちゃうこんなものっていうのを今日は作りたいと思います。今回作るのはレアなドライカレーということで、めちゃくちゃうまいんで見て覚えてみんなも作ってくれよな、よろしく。まずは、昨日の残りの米、そして次にカレー、あとはお好みで、胡椒とかね、塩とかいろいろスパイス。カレーを温めたら、まあ、次の日のカレーって大体さ、ドロドロしてるから、ちょドロドロしすぎてるとドライカレーにはそぐわないんでね。ここね、もう俺昨日の夜の段階でさ、一回食べちゃったからこれあれなんだけど、めんつゆとかみりんとか酒とか砂糖とかその辺のやつを入れて、ちょっとねシャバシャバな感じっていうの、水っぽい方にするんだ。そして具はね、できるだけここでもう細かくぐちゃぐちゃってやって細かくした方が美味しい、なぜなら絡み合うから。それではじゃあね、こっち行っちゃおうか。ここがポイント、カレーの中にめんつゆを入れるのよ。めんつゆがね、甘くてしょっぱくてすごいいいの。お酒も入ってみりんの風味もあるし、あのさ、カレーうどんってあるじゃん、カレーうどんみたいな感じになるのよ。米をこのように熱々の状態にする。米を投入、容量としてはもうね、チャーハンと一緒。米をまずはある程度ほぐす。いい感じで、あちちちちち、焦げ目をつけてちょっと香ばしさを出すのね。で次は塩コショウよ。ちょっとずついろんなスパイスを入れていく。仕上げにこのニンニク、ここでまずちゃんと完璧に味をつける。これでちょっと弱火に混ぜると、ここでカレーをドボン。もうあとはかき混ぜるだけで、レアって言ってたけど、ここでもうガンガンさ火かけたらレアになる、レアじゃねえや、パサパサになるでしょ。ここでね、ある程度粘りを残して終わりにするのよ。あとカレーにね、隠し味でバターとか、これ卵黄だけ入れたりする。卵黄だけで溶かして、そうするとね、コクが増すんだよ。完成つうことで、もう完成。これがエッグヤザー特製のドライカレーレアの完成だ。はい、ということで、完成いたしました。こちらがエッグヤザーの特製ドライカレーレアです。まあ今日はちょっとレアっていうよりはミディアムレアかな。それではいただきます。おいしそう。うまい。あとはね、お好みでこのカイエンパウダー、チリペッパーで辛くて、粉チーズも合うと思うんだよ。かけたことあったかもしれない、覚えてない。結構前からこれ作ってる、ね、同期の芸人に食わした時にみんなうめえって言って、米全部なくなっちゃって。うん、お疲れ様でした。いや、うまかった。